はい、こんにちは、こんばんは、ゼロです。今回はですね、ある池の心霊スポットに来ました。何池かは分かりませんが、噂によるとですね、ここの奥の方で死体が見つかったと、そういう場所になっております。うん、暗いだけですね。暗いだけですね。でもここは道が、道っていうか歩くところが、歩くところがしっかりしてますね。実はですね、ここは昼間には自分はバス釣りをしてる場所なんですよ。雰囲気はいいんちゃいますか。なんか不気味やけど。そうですね、不気味は不気味ですね。これはなんかよく小学校の時にご飯を炊いたような、なんかこれ入り口か、これんなんかの入り口っぽいですね。でもこれ以上行ったらない、なんかでもあったような雰囲気の、あ、そうですね、昔なんかあったような雰囲気の、なんかありますね。ゴミっぽい、ゴミ、魚が入ってる、なんか嫌なゴミですね。ただのあれや。あ、橋がありますね。ほんまや。見えてんのこれ。ちょっと見にくいか。そうですね。遠くなると見にくいんで、近場は非常に。でも嫌か、すごいな、ここですね、嫌な雰囲気がバチバチと。ここにも道ありますね。ようこそ自然の家。これか、これがさっきの。そう、ようこそ自然の家とは書いてあるんですが、もうそこが運営してないだろうという廃墟？うわぁ、あれね、さっきなんかおった、た倉庫やな。倉庫ですね。橋渡ってみますか。これはなんかどっかに続く道か。下がもうカッパじゃない、あの川ですね。カッパカッパて、あれ懐中電灯が、なんで SOS サインになったんでしょうか。よくわからん。動物いてますか。こっちはね、だけどなんかもう道が通られへんようになってますけど、ね、通られへん。なんかすごい道ですね、ここは。獣道でもないけど、道があるのはありますよ。何なんですか、これは廃墟？なんかありますね。
これは何ですかね。これこれ廃墟っぽいですね。これまさかの廃墟がある感じですか。今日ではなさそう。ちょっとこれが生きてたらまずいんでちょっと確認してみます。さっきのこれさっきの建物の近く入れないは入れないか。中は朽ちてますかね。なんかで事務所みたいに使っとった。これ普通に事務所ちゃいます。今も普通にあるってことですか。うん、いやなんとかようこ、あでも分かんないですけどね。ようこそ。ようこそ自然の森一門が管理してたってことだから。できてない。この橋はこれか。ああこれを使ってくれと。これは何？これはハイキングコースなんですよ。なんかこれ普通のハイキングコース的な。そうですね。ただでも人はあんまり来てなさそうな。そうですね。あ、通れないですね。もう閉まってますね。ワフさん、やっぱりこれ廃墟っぽく、ぽいですよ。廃墟ですかね。ああ、本当ですね。どっちかな。もともと多分事務所で使ってたのは使ってたんじゃないですかね。ああそうですね。ここをもうやめて閉めてそれからずっと放置みたいな感じじゃないですかね。ああなるほど、うん、こんなところに家があるとは思えないですか。思えないですね、うん、一回今度は戻ってここから先行きますか。そうこれ行きますか。これハイキングコースじゃないですかね。ハイキングコースですよね、まあ、多分さっきの川のこのぐるっと回るところやと思うんですけどね。自分的にはあの家がすごい気になるんですよね。じゃあ調べますか。はい、一旦ここで一回ここの池の動画の方を一旦終わろうと思います、はい、ならゼロでした。スタッフでした。またね。